いや今レシーブ崩されたんですよね、ワッキーさん。いや田尻さんがやっぱり底力というかね、支えてるからっていうのがありますよね、これ、はい、だってうわめっちゃいいボール上げましたもん。これが日本代表を20年にわたって支え続ける、すごいな、伝説のプレイヤー田尻健司です。地元大阪で本当にその力を見せつけています。2点のリード日本。あ、そして速いサーブだったんですが、これはネットにかかりました。どんまいどんまい。この緩急を使っていくのが矢野さん飯田の魅力なんですよ ね、 そうですね。今ネットになってしまったんですけども、はい、とにかく攻めていかないと、このリスクを負っていかないとダメなんですよね。緩いボールを入れても結局返ってきてしまうので。そうなんですよね、リスクを負うのはしょうがないことです。とにかくどんどん仕掛けていきたいんだと話した飯田。サーブはミスになりましたが、依然まだ日本がリードを取っています。ハシブのサーブ、ここは速いサーブ、しかしこれが返っています。さあブスのアタック、ブロック、背中ブロック、背中ブロック、これで今日3本目ですね。すごいこのサーブ、速いサーブ、しかし島がよく返して、その後のローリングを鮮やかなブロック。ワッキーさんもチーム森下はブロックポイントありましたけれど、はい、僕の場合は完全にハンドでしたからね少し手を押さえてましたが、多めに見ていただいて、さあしかしこれで今日は3本のブロックポイント、寺島がブロックでも乗っています。静かな時、それが飯田のサーブ、うん、惜しいな。いや飯田さん、今思わずね、ヒレッとみんなが思いましたよ ね、 まあ、本当に攻めの姿勢を感じますよね。ねえ、ゲームは終盤に入ります。やっぱサーバーを置きに行っちゃダメなんですか、とこのレベルに。そうですね、置きに行ったらもう簡単に返されますし。終盤のしのぎ合い、1点のリードは日本。橋本のサーブ、前を狙う、これも返した。さあこのトスをネット上の攻防、さあこれも返っている。さあもう一度ブス、ブロックアウトです。わずかにサイドラインを割っていましたが、いやしかし今矢野さん、見応えのあるラリー、そしてブロックもいいタイミングでした。そうですね、良かったですね。このブロックですね、本当にわずかなとこですね、飯田さん。惜しいですね、まあ、でも絶対止めてやるんだって気持ちを感じますよね。いたとか言わないのね、このレベルまで。そうだろうね、絶対痛い。そんなやつはもう外れされてると思うよさあ中盤に入りました。連続ポイント、マレーシア同点に追いついて、しかしここでかかとを使ったフェイントが、フェイントサーブが今ミスになりましたね、矢野さん。これも田尻が今2本前、2本とも触ってるんですね、だからサーバー、相手のサーバーギリギリいかないといけないんで、今みたいなミスにつながりましたよね。もっと厳しいところを狙わなくてはいけない、そういう意識が今のミスを生んだ、いやそのあたり森島さん、はい、心理戦ですね。そうですね、いろんなところでプレッシャーの掛け合いですよね、これフェイントサーブって、はい、回転をすごいかけるんですか。そうですね、回転もかかってるんでタイミングもずらされるし、触ってもきっちり回転と逆回転をかけないといけないんで、あ、卓球みたいに、はい、同じです。このあたりの難しさもあります。さあそのマレーシアから1ポイントのリード日本、今はエンドライン割っています。いやしかし本当に攻めていってますね、矢野さん、ね、今日は、はい、マレーシアの選手は速いのはもう取るんですね、今みたいなちょっと緩いサーブだとかっていうのは効くんですよね。なるほど、さあしかし本当に今日は五分の展開、まだ8対8同点が続いています。中盤のしのぎ合い、8対8の同点、橋のサーブ、フェイントを続けた後にあの弾丸サーブ、何あれ。そうですね、今コースもいいんですよ、ここからだと見にくいんですけども、今見ていただくと分かるんですけども、間に行くんですよ、ここ。あ、どっちも行けないんですよ、あそこ狙うんですね、まあ、早いサーブの場合はコートの左側の方に行きますね。そうですね、フェイントサーブは田地健の前を狙っていく、すごいな、田地健、あそこ得意なんですよ、回転をうまく使いながら、いやらしいとこつきますね、やっぱり。これが世界最高峰のサーバーです、モハメド・ハシムです。
しかしこれ上げている。ネット上の試合制したのはマレーシア。そうですね。マレーシア3連続ポイント。さあここで先に10点に乗せたのはマレーシア。このサーブよくねここで繋いだんですが。なんですよ。ダイレクトでブスが決めていきました。3連続ポイントがマレーシアに入った。さあ大丈夫よ、日本がここ踏ん張りところですね。ここからここからよく触ってますからね、これでいいと思います。さあ日本にとっては踏ん張りどころ、ここはホームです。その地の利を生かして2点差跳ね返したい日本。サブジこれは上げている。さあナイスボール、クラッシュマンブロックは、ああこれは入りましたか、エンドライン。うーん、飯田が今見送りました。このブロックギリギリですね。角ギリギリですね。ちょっとついてなかったですね。まあ、ミスとは言えませんよ、これは仕方ないことです。さあここはしかし飯田さんも切り替えていきましょうね。そうですね、もう全然あの逆転可能な今日のコンディションですからね。そうですね。4連続ポイントマレーシアに入りました。流れを切りたい。さあ田尻が声をかけて、日本代表ハシムのサーブに備える。ナイスレシーブ、よく上げている。さあ寺島、苦しいところで決めるエース。ナイス寺島。いや森島さん、やっぱりこれがエースですよね。そうですね、ここでね欲しい時にピシッと決めてくれるとね勢い出ますよね。これはでかい。そしてあのスピードサーブを頭でレシーブ、マッキーさんすごいですよね。そうですね、いたって言わないですね。いたって言わないんだよ、そんなやつは選ばれないんだよ。そしてここで決めてほしいという時に決めるのがエースです。寺島決めて、さあ相手の流れを一度断ち切りました。大事な飯田のサーブ、どんなサーブを見せるか。フェイントサーブ、これをトスにしてブスがかかとで落としていった。なんだあれ、今のアタック山さん何ですか。タッピングですね、空中で、空中でずれたんで、空中で調整しましたよね。空中でブレた。そして最後はかかと落としのようにアタック内側に、ボールの内側に入っちゃったんですね。なるほど、内側に入っちゃったんで、はい、身体能力なんですかね。一瞬で対応するんですね。足の裏でタッピングですね。ほんと、うわすごい、これが世界最高峰のプレーです。空中で半回転ひねってるんです ね、 ですね。ブスが吠えて、そしてガッツポーズ。ワイヤーアクションみたいだったね。さあセットポイント先にマレーシアに握られてしまいました。日本は苦しい。しかしこれはサービス、バラキーヤキーということですね。全然、ね、はい、追いつけるよ。さあ点差2点、うん、ここでマキさんいいサーブ欲しいですね。ですね、まあでもここもやっぱ攻めなきゃダメなんですよね。そうですね、ここも、うん、今日は最後まで攻めていこう、田尻はそう話しました。攻撃は十分世界に通用するんだ、そう話した田尻健二チームリーダーです。今日絶好調の寺島、そして日本が誇る、世界が恐れるサーブの魔術師飯田。サーブ OK、 さあ崩した。しかしそれでも決めてくる。オーバーネット、オーバーネットですか。オーバーネットです。今スローで見ていただければ分かると思いますね。これはネットの上を越えてボールに触れては矢野さんいけないんですね。オーバーですね。ネットの上わずかに越えたところで、まあ、苦しいところだったんです。ブスも必死だったんでしょうが、さあこれでしかし1点差です。1点差、追い上げる日本、連続ポイント。さあしかし依然